こんばんは、ゲーム屋和です。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、内容の解説や、ゲームにまつわる様々なエピソードを紹介していきます。毎月1日、15日更新、前編後編合わせて、毎回約30分を予定しております。なお、今回の動画では、小さい画面で動画をご視聴される方にも配慮して、試験的に、字幕のサイズを一回り大きくしてみました。動画の内容や方向性は、これまでと特に変わりません。もし反対意見が多ければ元に戻すなど、柔軟に対応させていただきます。第153回、今回取り上げるゲームは、日本ファルコムのイースです。今年でシリーズ生誕35周年を迎え、節目となるイース10の発売が目前に迫る中、今回の動画では、歴史と伝統のある、イースシリーズの原点を紐解いていきます。それではまず簡単にゲームの紹介をいたします。イースは、PC8801 版を皮切りに、様々な機種のパソコン用ソフトとして、1987年に発売されました。その後、PC エンジン CD-ROM ROM をはじめ、各家庭用ゲーム機にも移植されることに。ゲームジャンルは、アクション RPG。主人公のアドルという青年が、エステリアという国に忍び寄る災いと、かつて滅び去った、古代王国イースの謎に挑む物語。操作は至ってシンプル。街の NPC と会話をするのも、敵と戦うのも、すべて対象に体当たりするというものでした。説明書にも、人や敵や宝箱に向かって、どんどんぶつかっていきましょうとあります。敵との戦いでは、上のように、正面からぶつかるとダメージを受ける場合があるため、キャラを半分ずらして体当たりすると、ダメージを受けずに敵を倒すことができました。現代のアクション RPG のように、剣を振って敵を倒すのではなく、ハード上の様々な制約がある中で、体当たりの仕方で有利不利が生じるのが、本作の戦闘システムでした。至ってシンプルな戦いではありますが、実際に遊んでみると、一定の戦術性を備え、なおかつ、主人公の成長を、プレイヤーがきちんと実感できる戦闘システムでした。当時としては美麗なグラフィックと、小城雄三さんによる音楽、そして、かつて滅んだイースの歴史を紐解くというストーリーテリングなど、当時多くのゲームファンを夢中にさせた、国産アクション RPG の金字塔です。本作の開発に携わった主要メンバーは、後に日本ファルコムを退社し、アクトレイザーや天地創造などで知られる、クインテット社を設立した方々です。イースのキャッチコピーは、今、RPG は優しさの時代へ。ファミコン移植版と、PC エンジン移植版、当時のテレビ CM はこちら。呪われた国、エステリアを舞台に繰り広げられる、感動のロールプレイングゲーム。イース!イース!奥の深いシナリオと、ファミコンの限界に挑戦したグラフィックで送る、壮大なドラマ。6冊の古文書、イースに秘められた謎とは一体何か。いよいよ8月26日発売。伝説は語る、イース。かつてこの地上に栄華を誇った理想郷だが、恐るべき魔物により一夜にして滅び去り、栄華の全ては無に帰した。貴様らに魔物の恐ろしさを思い知らせてやる。さあ来い。イース、新しき伝説。バイハドソン。それでは続きまして、ゆっくりの1分間物語序盤のあらすじ解説。かつてイースという理想郷のような国が存在していました。イースは2人の女神と6人の神官によって統治されていたそうです。しかしイースは恐るべき災いにより一夜にして滅び去ってしまいました。それから700年後、冒険家を志す主人公のアドル・クリスティンは、呪われた国、エステリアの噂を耳にし、船でその地を訪れることに。そしてアドルは、ミネアという町に降り立ち、そこで占い師サラに出会いました。今、このエステリアに危機が迫っています。それを救えるのは剣士殿、あなたしかいないのです。イースの本をご存知ですか?イースの本には、イースの歴史が記されているのです。やがてイースは滅び、6冊のイースの本も闇に消えました。エステリアには、なぜ危機が迫っているのか。なぜイースは滅んでしまったのか。
こうしてアドルは、6冊のイースの本を追い求め、冒険に旅立ちました。ちなみに、1987年、イースと同年に発売された主なソフトは、リンクの冒険、ドラゴンクエスト2、ロックマン、メタルギア、ファイナルファンタジー、女神転生、桃太郎伝説、ファザナブー、燃えろプロ野球、所さんの守るも攻めるも、セイントセイヤ、ゲゲゲの鬼太郎2、星を見る人などです。イースト FF とメタルギアとメガテンは、同じ年に誕生しているシリーズだったんですね。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。今回も3つのチャプターに分けてお話しいたします。それでは最初のチャプターはこちら。チャプター1、本当の優しさとは何か。それではまず最初に、日本ファルコムというゲームメーカーの歴史と、イースが誕生に至った経緯から、わかりやすく紐解いてみたいと思います。日本ファルコムは、ゼノシリーズの高橋哲也さんや、作曲家の小城雄三さん、映画監督の新海誠さんなど、様々なクリエイターを輩出している、老舗のゲーム開発会社です。創業はファミコン発売の2年前、1981年に遡ります。創業者は加藤正幸さんという方で、もともとは日野自動車のシステムエンジニアでした。しかし、対駐在中に、スティーブ・ジョブズのアップル2を見て、衝撃を受けたことがきっかけとなり、日本ファルコムを設立することに。当時、加藤さんが仕事で使っていたコンピュータは、月額レンタル料、なんと5000万円だったそうです。そこに、高額だったとはいえ、1台約65万円のアップル2が登場しました。こうして、個人でもコンピュータが持てる時代が到来し、そこに加藤さんは衝撃を受け、これからはコンピュータの時代になると思ったそうです。実際、ドラクエの堀井雄二さんや、光栄の渋沢光さんなど、後にゲーム界のレジェンドとなる方々も、この時期にパソコンを手に入れ、独学でプログラミングを学び、自作のゲームを作り始めていました。もっとも日本ファルコムは、初めからゲーム開発会社だったわけではなく、当初は、加藤さんのエンジニアの経験を活かし、システム開発などを受け負う会社でした。しかし、それでは日野自動車時代と、同じことをやっているに過ぎないと考え、アップル社製品の販売代理店として、パソコンショップを営むことに。とはいえ、高額なパソコン商品が、そう頻繁に売れるはずもないため、店番をしていた加藤さんは、早晩暇を持て余すことになります。そこで、退屈しのぎのために、パソコンゲームを始めるようになりました。そして加藤さんは、こんなゲームだったら自分でも作れそうだなと思い、お店の常連客に、一緒にゲームを作らないかと持ちかけるようになります。そのお店の常連客の一人が、木屋義雄さんというプログラマーでした。木屋さんも、堀井さんや渋沢さんと同じように、もともと趣味で、自作のゲームを作っていたそうです。こうして日本ファルコムは、ゲーム開発会社に転身を遂げていきました。1984年に木屋さんは、ドラゴンスレイヤーというアクション RPG を手掛け、シリーズ第2弾ザナブーは、PC ゲームとしては異例の40万本の大ヒットを記録。ちなみに、先ほど紹介したファザナブーは、ザナブーのファミコン移植版です。ファミコン版を出すにあたり、販売開発を担ったハドソンが、商標登録を調べたところ、すでに関西の会社に登録されていたため、ハドソンの判断で、急遽タイトルを変更することにしたそうです。ファミコン版のザナブーなので、頭にファを加えたというわけです。一方で、当時の PC ゲームの多くは、非常に難易度が高いことで知られていました。いずれにしても、それによって日本ファルコムは、ゲームファンの間で広く認知されることに。木屋さんも、広いおじさんと対談するなど、スタープログラマーとして、様々なメディアに取り上げられていたようです。ちなみに、上の写真に写っている方々は、全員肩身です。小城雄三さんが日本ファルコムに入社したのは、ザナブー発売の翌年、1986年のことでした。小城さんは、本当はゲーム開発者になりたかったそうですが、会社の採用試験に持ち込んだ楽曲が、ザナブーシナリオ2に抜擢されたことにより、作曲家として生きていく運命が、ここで決することになりました。そして、小城さん入社の翌年、1987年に、いよいよイースが誕生します。本作でディレクターを務めたのは、後にクインテッド社の社長となる、プログラマーの橋本雅也さんという方です。
こちらは、イース開発当時の、橋本さんのインタビュー映像です。まずですね、はい、このイースっていうゲームのコンセプトはどういうところにあるんですか？今までですね、コンピューターゲームと言われているものの中にですね、はい、時間のかかるものや、すごく難しいものとか多くてですね、途中で挫折している人が少なくないんです。でそういう人たちに対してですね、そのゲームを解く感動というものをですね、はい、味わっていただきたいと思いましてですね、難易度を少し落として、はい、それで100人買っていただければ100人全員がですね、最後のエンディングを迎えて、感動を味わっていただけるようなものを作りたかったんですよ。橋本さんはゲームをプレイする全てのプレイヤーにクリアの感動を体験してもらうことがイースのコンセプトだと語っていました。さらに別のインタビューでは当時の難易度の高いパソコンの RPG に対しそれが本当に面白いのか疑問を感じるようになったと話していました。それは言うなれば当時の日本ファルコムの中心人物でスタープログラマーだったキヤさんに対し正面から疑問を投げかけるに等しいものでした。キヤさんの作っているゲームは果たして面白いのだろうか。そしてイースのキャッチコピーは今 RPG は優しさの時代へというものでした。橋本さんの言葉、イースの広告では優しさを前面に打ち出しました。これは僕たち開発者がプレイヤーの視点に立ってプレイヤーがよりゲームを楽しみやすいようにゲームを作ろうと考えたからなんです。マニアではない一般の人々でも気軽にプレイできるようなとっつきやすいゲームを作ってみたいと考えイースを制作しました。マニア向けの作品が多かった当時の PC ゲーム業界の中でライトユーザーの視点に立つことを橋本さんは優しさと表現しました。ただ実際にイースをプレイしてみると言うほど簡単なゲームではないと思います。アクション要素にしろ謎解きにしろそれなりに歯応えのある作品でした。では橋本さんの言う優しさとは一体どういうものだったのか。例えばその一つは橋本さん曰くどこでもセーブできるようにすること。セーブできる場所が限られているとプレイヤーが何度も無駄な努力をすることになる。だからこそイースではリトライを容易にすべくどこでもセーブできる仕様になりました。それからもう一つは戦いだけでなくイベントをこなすことで経験値が得られること。経験値稼ぎは単純作業になりがちで遊び手が飽きてしまう場合もあると考えイベント終了時も経験値が入るという当時としては珍しい仕様が採用されました。つまり橋本さんの考える優しさとはあくまでもシステム面で寄り添うことであり必ずしも優しさイコール簡単というものではありませんでした。そのことは当時の雑誌の広告にも明確に記されていたそうです。子供を過保護に育てることが必ずしも優しさとは限らないのと同じようにイースが掲げる優しさも決してプレイヤーを過保護にすることと同義ではありませんでした。重要なのはクリアに至る手段とゲームバランスを用意することです。そしてそのクリアに至る手段はゲームの側から与えられるのではなくプレイヤー自身で探し求めてくださいというのがイースの根底にある作品性でした。そしてプレイヤー目線に立ちなるべく意味のない苦労は減らしてあげたいというのがイースという作品の根底にある本当の優しさでした。ゲームはミネアの街で占い師サラの家を訪ねることからスタートします。エストリアの危機を救えるのは主人公だけだとサラは話しますがまだ戦いの準備ができていないので剣と鎧と盾を用意するように告げられます。これは武器や防具の装備といった RPG の基本を覚えてもらうための事実上のチュートリアルと言えるのかもしれません。ただゲーム開始時の所持金では全ての装備品を揃えることはできないのでまずは金策に励むことになります。往年のファンの方々は街の東にある湖に直行すると思いますがオーソドックスな金策としては当然敵と戦って貯めるのが手段の一つでした。金策目当てで敵と戦っているうちにプレイヤーは敵との戦い方を学びそのうちレベルも上がることになりました。一方、街の酒場に行ってみると、指輪をなくした男が困り果てています。母ちゃんにあげるためにへそくりをはたいて買った、サファイアの指輪をなくしちまった。そんな中、
町の NPC に話を聞いてみると、取引所という場所の主人がサファイアの指輪を拾い、その拾い物を自分の店で売っているとのこと。取引所で指輪を1000ゴールドで買い取り、酒場の男に返してあげると、なんとお礼に1500ゴールドをもらうことができ、結果として500ゴールドも儲かるというユニークな金策法も用意されていました。こうしてプレイヤーは情報収集の重要性もこの最序盤で学ぶことになるかもしれません。実際のところ本作において情報収集はとても重要な要素の一つでした。そして装備品を揃えた頃にはレベル上げや敵との戦い方も含め、いろいろな意味でプレイヤー自身が成長を遂げた状態になっているかもしれません。ドラクエではゲーム冒頭で王の間に閉じ込めることでプレイヤーにゲームの基本システムを学ばせていました。一方本作では比較的自由に行動できる中、装備品を用意せよという課題を与えることでプレイヤーにゲームの基本システムを自分で体験してもらう仕組みになっていました。子供でも楽しめるゲームにしたいと橋本さんは語っていました。けれども可愛い子には旅をさせよというのがイースにおける実質的なチュートリアルでした。手段や情報はゲーム上に適切に用意している。しかしそれらは与えられるものではなく、あなたが自分で手繰り寄せるもの、それがイースで示される本当の優しさの形でした。なぜならゲームはプレイヤー自身の体験になりうる世界で唯一の娯楽だからです。悪意なき優しさの履き違えは時としてプレイヤーから体験の機会を奪っているかもしれません。イースはプレイヤーの体験という部分は大切にしつつ、プレイする人の身になって理不尽なシステムは見直そうという、ある意味とても現代的な考えに基づく作品でした。当時多くのゲームがそうであったように、イースもまた様々な制約の下で作られました。一体どんな制約の下でこの伝説的な作品は生まれたのか、さらに後編ではイースという作品の歴史的価値を深掘りしてみたいと思います。前編を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白いと思った方はいいねボタンを、ゲームやわの活動を応援してくださるという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。後編では制約の中で生まれた伝説プロト版と製品版の違い、歯ごたえのある謎解き、衝撃の小城サウンド、イースの歴史をたどる物語の魅力についてさらに深掘りする予定です。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。